どうも、一応です。今回はこちらフェスの2弾ですね、弾いていきたいと思います。はい、ここはデュアル覚醒3つですね。はい、マリアとパインとスノー。はい、まあこれが当たり枠なんですけど、僕的にはこれ欲しいですね、マリア。はい、マリアのシンクロを持ってますんで、併用して使ってみたいっていうのありますね。シンクロも入ってるんじゃなかったかな。あ、これだね。このシンクロかなり強いんですよね。はい、でレンズ交換で確か覚醒も交換できると思ったんで、まあデュアル覚醒来たらね、レンズ交換してもいいんじゃないかなとも思ってます。あの、覚醒は持ってないのでね。はい、でパインとスノーに関しては全然装備持ってないので、まあできればマリアが欲しいところであるんですけど、まあ引けたら引けたで、まあこれは嬉しいですね。で仮にデュアル覚醒引けなかったとしても、こちらの、はい、レムの新奥義、これでもいい、これでもいいです。はい、あのレムは新格揃ってますんで、はい、あのね、かなりシンクロが強いんですけども、限界突破をさせるための術がね、今のところ僕は覚醒で、限界突破上げるっていうね、それしかないので、まあできれば新奥義ここで掴んでおきたいっていうのはあります。はい、で確かね、一番ケツの方になんか戦銀があった気したけど、あ、これ、はい、レムを強化するんであれば、これもあってもいいかなと思ってますね。はい、そうですね、あとはなんだろう、あ、そうそう、ここにね、セフィロスいるんですよ。こんなところにって感じなんだけど、これは炎属性か、炎シンクロですね。うん、まあ、あんまり炎運用はしないんですけど、炎覚醒持ってますけどね、あんまり運用は、どうかな、結構炎は枠がいっぱいなんでね。まあでもあればあったで嬉しいですね。はい、まあこの辺は覚醒が続いてるんですが、まあレムの、ね、覚醒でもいいですし、パインとかね、まあここらでパインなんか掴んでもいいのかなとも思ってますけどね。はい、何も持ってないんでね。はい、そんな感じで、まあ結局かぶりじゃなければ、これ以外じゃなければ何でもいいとも思います。これなんだ、あ、リミットブレイクオーバーフロー、これだけ来るとかはちょっと勘弁してほしいところありますけどね。まあ、はい、そうですね、はい、これ目指して引いていきたいと思います。残りのミスリルから考えてマックス22連かな、22連でストップかなって感じですね。まあ1回目11連でいい引きができたらね、そこでもうストップかけちゃおうかなとは思ってますけども、まあそんな都合よくいくかなって感じなんですよね。はい、じゃあ行きましょうか。はいはい、じゃあマリアの D 角目指してきます。さあどうでしょうか。レムでもいいですよ。よっしゃー、あ、2個ありがたい。じゃあスキップいきます。はい、いいですね。さあどうだ、あ、1個ってことは星6なんか1つ、あ、これは何だったっけ、これ何だったっけ、ちゃんと見てない。あ、セフィロスだね、刀、炎シンクロ。はい、まああんまり来なくてもいいかなと思ってやつが来てしまったけども、あー、来た来た来た、レムの覚醒、これはこれでもいい、これでもまたあの幻突レベル上げることできるんで、しかもこれ踏みとど入りますしね、回復させといて踏みとど入れといて幻突レベル上げれると思えば、まあ悪くないですね。はい、ありがとうございます。そしてセフィロスの炎シンクロ、はい、まあこれで炎のシンクロ覚醒揃ったって感じっすね、セフィロス。はい、まあでも炎物理、炎物理はね、またロックとかね、いますからね、なんともね、ちょっと言えませんけども、はい、まあまあ、それでもね、新規なんで、
よしとしましょう。はい、どうしようかな。 D 角にはちょっと届かなかったんで、もう一回行くかどうかってとこだよね。でも2つも出てくれたからね、ここからはまたちょっとね、かぶりのリスクっていうか上がりますよね。どうしようかな、行こうかな。263個になって、でまた25日で60個もらえる。でフェス裏のイベントで10個だから70個はもらえるか。まあ行きましょうか。まだね3段4段って残ってるんですけど、ちょっとマリア狙いたいっていうのありますんで、これでダメだったらねもう諦めます。はい、行きます。はい、これでダメだったら諦める。どうかな、よし、1個、いいよ。これがマリアだったら OK、 スキップいきます。はい、止まった。さあどうだ。あー違う、これまた刀だな。これあれか、あーパインだ、パインの D 角ありがとうございます。パイン全然ちょっとね装備持ってないんですよね。なんならこれ初か、いや違う、なんか超絶かなんか持ってたかな。うーんって感じですね。こうなるとパインのシンクロとか覚醒とかがなんか1個ね欲しくなるんですが、まあまあまあいいでしょう。これはモード1に戻るタイプのやつなのかな。モード1というかあのシフト前のやつかに戻るタイプのやつなのかな。いまいちねこの辺僕よく分かってないんですけど、はい、もう2回放つもありますね。もう2回放つ、クリティカル率を変化、ああいいですねこれね。でシフトするともう1回放つになって短縮かかって追撃が入ると。 OK、 はい、水属性攻撃レベルを1段階アップ、待機時間一旦短縮、なるほどね。はい、わかりました、ありがとうございます。まあちょっとね、使いどころっていうのがなかなかね現段階では難しいんですけれども、まあせっかくね引けたんで、まあなんかね引かしてパインを生かしてどこかね高難度クリアしたいなとも思いますけども、はい、よっしゃ、じゃあとりあえず今回はここまでにしましょうかね。あと、どんぐらい回せるか分かりませんけどね。はい、フェスですよね。あとは、まあ、多くて66連、少なくて55連かな、引けたとしても。はい。まあ、3段ね、ここね、クラウド、ザックス、ティーダ、ビビー、まあこの辺いますんでね、ここちょっとね全力行きたいんですけど、4段にまだバッツとねロック入ってるんですよね。ロックのまあこのシンクロ持ってるんですけど、このね新しい覚醒入ってるんですよね。これ欲しいんだよなまあでも多分ねロックの D 角が実装されたら、この辺のシンクロとこの覚醒もねもしかして再販される可能性高いと思いますんで、無理してねここは追わなくてもいいのかなっていう気もしてます。なんだったら3段で全力で行ってもいいのかなとも思ってますんで、はい、まあとりあえずねそういう風なプランを練ってるということだけはこの場を借りてねちょっとね明言しておきたいなと思ってますよし、じゃあとりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。